かぬ、媚びぬ、帰り見ぬ。ということで、てめえらの地位は何色だ。やってきました、北斗の拳40周年アニバーサリーシュワッパチゼリードリンクソーダ味、こちら飲んでみたいと思います。まず開封。この中にシュワシュワの素が1と2が入ってまして、こちらにパチパチの素が1つ。龍拳師匠、父の絵がね、ここに書いてありますけど、お召し上がり方。その昔、一子相伝とされる最強ドリンクがあった。作成方法を伝承しよう。1、シュワシュワの素1と2を入れてから、パチパチの素を投入するがよい。もう意外とざっくりアバウトです。2、ストローで容器の底からまんべんなくよくかき混ぜ、シュワシュワと泡が立ち膨らんできたら完成。お前はもう弾けている。ということで作っていこうと思います。私、良い周到な女ということで、もう早速すぐ投入できるように袋は開封、ストローは伸ばして、そしてこちら開けるとめちゃめちゃゼリーです。プルプルしてます。液体もちょっと入ってるけど、パコンパコンだよ。さて、説明書にあった通り、アバウトに粉を入れていきます。もう何も考えずにどんどん入れちゃいましょう。こちらがね、シュワシュワの素1、こっちがシュワシュワの素2、さらにこちらにパチパチの素。パチパチの素はカリカリだね。じゃあ早速ストローで奥まで、抵抗を感じますね。どんどん混ぜていきます。めっちゃシュワシュワしてきた。猫がこのシュワシュワでちょっとパッと顔を背けましたね。うちの猫ちゃんが泡が立ってきましたよ。ストローもね、ここまでジャブジャブなるぐらいつけちゃった方がいいですね。クラッシュゼリーになってきました。ドンパッチを思い出すよね。じゃあ早速実食してみたいと思います。音聞こえますか？パチパチ。いただきます。このパチパチの素がまだ溶けてないのかな。クランチみたいにガリガリシャリシャリします、飲んでくときに。ほんとね、ゼリーと液体ソーダ水の合間みたいな。味的にはね、駄菓子屋さんのあの粉に溶かすソーダ味に近いかな。あ、いいですね。弾ける感じ。この弾ける感じよね。しっかりクラッシュした方が美味しいかもしれない。スルスル入っていきます。結構なボリュームがあるので、小腹が空いた時もいいかもしれません。もちろん、冷やして、これね、いただく方が絶対いいと思います。爽快感がちょっとあって、甘みも結構あるので、この人工甘味料的な、そういうしっかりとした甘みがあるので、デザートとしてもありかなと。パチパチの素がザリザリしますけど、まだまだパチパチ言ってます。でもなんかね、結構これたくさん全部一本食べたら、飲む？食べる？お腹いっぱいになりそうな感じだよね。お腹膨れそう。ちょっと知覚過敏がある人はちょっとキーンとくるぐらいのね、このゼリーの冷え冷え感。真夏の暑い外でこれを飲むっていうよりも、やや涼しい室内でちょっと今日暑いなぐらいの時に飲まれるのがベストかと思います。あとね、ガリガリ君に似てる。ガリガリ君をゼリーにした感じかな。口の中で最後までシュワシュワとパチパチ感が生きてます。ということで、皆様も飲まれてみてはいかがでしょうか。私、ファミマで買いました。混ぜてみろ、お前はすでに弾けている。ということで、北斗の拳40周年アニバーサリーパチシュワゼリードリンクソーダ味でした。